第四装甲師団は、ナチスドイツ時代のドイツ国防軍陸軍に編成された装甲師団の一つである。1938年に編成され、1939年のポーランド侵攻、1940年のフランス侵攻、1941年のソビエト連邦侵攻などに参加し、その後は中央軍集団の下、主に東部戦線で戦った。 1944年にはクールラントにて赤軍に包囲された。会場から脱出した第4装甲師団は1945年1月に西プロイセンに再配置された後、そこで敗戦を迎え、進駐してきた赤軍に降伏した。1935年11月10日、第4装甲師団は第7装甲旅団としてビルツブルグにて設置された。 1938年10月10日、師団規模に拡張される。ミュンヘン階段やチェコスロバキア併合の折には、連合軍からの先制攻撃の可能性に備え、ポーランド側国境に展開した。1939年8月、バルタンホン・ライヒエナウ将軍を司令官とする第10軍が設置されると、第4装甲師団は、第10軍指揮下の第16装甲軍団に配置された。 1939年、ポーランド侵攻が始まると、第4装甲師団は、南方軍集団の一部として、最初に国境を越えた部隊の一つとなった。この時点で、師団は341両の戦車を有し、その内訳は、愛号戦車183両、通号戦車130両、砲合戦車12両、各種式戦車16両であった。ポーランド出身の歴史家、 ミチスロー・ビールスキーは、ドイツ軍のポーランド領侵入直後の9月1日に、発生したモクラの戦いにおいて、第4装甲師団が民間人を用いた、人間の盾を構築していたと主張している。この戦いにおいて、第4装甲師団を相手に戦ったのは、ユリアン・フィリポビッチ大佐率いる、ボリニア騎兵旅団である。ポーランド出身の歴史家、コジミールジア・レシンスキー及びヤノシュ・ガンコウスキーは、 9月3日に前線近くでポーランド軍作戦機が撃墜され、搭乗員らが第4装甲師団の捕虜となったと主張している。捕虜のうち1名は第4装甲師団の将兵による拷問を受け、鼻と耳をそがれ舌を切り取られた後に処刑されたという。その後、第1装甲師団の支援を受け、第4装甲師団は空物区近くのポーランド軍防衛線の突破に成功。 ワルシャワへの進軍を開始した。9月8日、第4装甲師団は、ワルシャワに到達し、市外への奇襲攻撃を図った。しかし、相当アドルフ・ヒトラーによる進軍停止命令により、ダンケルクへの突入及び占領は行われなかった。同年6月中に第4装甲師団は、フランスの縦断を達成。独仏急戦協定が締結された段階で、第4装甲師団は、 グルノーブルに到達していた。その後はフランスにおける占領任務に従事し、11月末にはビルツブルグに移って再編成を受けた。この際、第4装甲師団霊下の2個戦車連隊のうち、第36戦車連隊が新編される、第14装甲師団の機関となるため第4装甲師団の指揮下を離れることとなった。再編成の後、第4装甲師団は、 レオガイヤー・フォン・シュベッペンブルク将軍率いる第24総甲軍団の一部として東プロイセンブレストリトフスクに移動した。1941年6月22日、バルバロッサ作戦が始まる。初日のうちに、師団はソ連領深くに進出し、前線から 65km 後方のコブリンまで到達した。その後ミンスクの戦いには、 第24装甲軍団は参加せず、グデイリアンの第2装甲集団の右翼として、ボビリスクへ第3装甲士団と共に進撃した。スモレンスク戦においては難翼を形成し、キエフの戦いでは第3装甲士団と共に、グデイリアン集団軍の戦方として進撃し、南方軍集団と連結して包囲網を完成させた。1941年9月、 モスクワ進攻において9月30日の攻勢開始より、第3総攻士団と共に、第2総攻軍の先法として、ブリアンスク・イヤジマ複式包囲戦のブリアンスク包囲を南から成功させ、オルジャを奪取してムゼンスク及びトゥーラに展開して、包囲の南端を形作った。11月18日より開始したモスクワへの最終攻勢では、トゥーラの東を突破して東部へ進出し、 トゥーラ反砲移毛の一翼となった。しかし、豪雨と伝令のために、ドイツ軍の攻勢は足止めされた。11月には、天候が回復して、路面状況も改善されたが、衣類など陶器戦装備の配備が遅れたために、攻勢は頓挫した。12月2日には、トゥーラを迂回して、東と北へ進撃していた他の第二装甲軍の、進撃は行き詰まり、トゥーラのダッシュのために、 第3走行師団とクロースドイッチュランと不評連隊と共にトゥーラ孤立化のために東から攻撃を開始第4走行師団は最も進撃して北方への鉄道と道路を封鎖したが隣接する北の第4軍の支援を受けられずトゥーラ攻撃は中止された12月5日赤軍による反撃が始まると第4走行師団は交代し モスクワ近くの前線の防衛せよとの命令を受ける。交代した師団はオリオールに展開して、赤軍の攻勢に備えた。オリオールをめぐる戦いは1942年を通じて行われた。この際に、師団所属の第35連隊第1大隊が壊滅し、残余の戦車は他の戦車大隊に分散して移された。その後、クルスクの戦いに参加した後、 デスナ川方面まで撤退した。1944年春、予想される赤軍の春季構成にて、南方軍集団への支援を行うべく師団は、ポーランドのコーベリに移動した。しかし6月22日から始まった赤軍のバグラチオン作戦は、南方軍集団ではなく、中央軍集団を目標としており、師団は、他のドイツ軍部隊と共に撤退を余儀なくされた。 カールデッカー将軍率いる第39装甲軍団に配置された師団は、ワルシャワ放棄の影響で赤軍が攻勢を停止した、ワルシャワ近くに展開した。その後、師団は、北方軍集団を支援するべく、第3装甲軍の一部として、リトアニア北部に派遣される。しかし、赤軍の攻勢により、北方のドイツ軍部隊は分断され、第4装甲師団を含む、 各部隊は敗戦まで孤立したまま戦い続けることになった。いかに第四装甲手段の基本的な編成状態を示す。ありがとうございます。